い、それじゃあ、鍵の穴蔵ですかね、挑戦したいと思います。いきます。うわ、どんな感じだったか。いきなり閉まってますね。はい、あ、びっくりした。壺から出たんだ。うわー、何これ、なんかやらしい感じだよこいつ。ワンクッションいります。うわ、厳しいっす。何こいつ、こうか。うわうわめっちゃ吹っ飛ばされたし。あ、でも縦でブロックできますね。怖い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 、危ない、食らった厄介これ。あ、鍵をゲットです。お、なんか出た。おお、罠やんやってくれる。空振った。あいつ倒せねえ。おっと、嫌な手かきするな。よし、大地下です。危ないって危ないって、すげえ食らってる。スライムの動きがやばい。ライム行きます。危ないよ、こいつは楽勝だぞ。ケイ、よし、鍵ゲットです。ラッキー、何もなし。これでクリスタルスイッチをチェンジと。こっちかな。おお、びっくりした。わ、これは挙動棒か。あ、これは倒せないな。危ない、行かないよ。やばいよこれ。え、どうすんのこれ。あ、びっくりした。怖くないですかこれ、スライド。オッケー、鍵ゲットです。危ないって、2発だもんな。オッケー、なんだよこいつら、めっちゃいるんですけど。飛んでから、怖い。あ、どっちでしょう、上か、上かな。いっちゃえ。おっと、中ボスか。ほら、だドゾンゴか。これがあるから最初のコアップまで爆弾増やしとくといいですよね。危ねえ、難しい、これタイミング難しい。この辺か。あ、違う違う違う、難しい、動きがちょっと独特だよ。よし、一人、こっち来い。オッケー、なんとか。さあ、こっち行っちゃいますか。動かせるのかな。
よっしゃ。ペガサスの靴を手に入れた。L でダッシュ。L でダッシュ。ああ。あ、ほんとだ。これもやはり装備しなくていいようになりますね。あ、楽。あ、ここに戻ってきたか。こっち側行ってみますか。おお、はいはい。これどうすっかな。これでいけるか。あ、これ楽。オッケー。オッケーです。そしたら、ちょっと先に行く前に、ワープゾーン。これを使います。これでね、最初の右側の部屋が確か。進めないすごいんですけど、届いたオッケー、鍵2個目です。細かく早いんだな。またか。爆弾を相手にしたくないっすね。なにただ食らうだけな気がするんだよな。相手にしたくないで、ここの右、ここ行きたいです。あー、スライムに食らう。いい、クリスタルスイッチのおかげで通れるようになってると。嫌なとこいりますな。おお、何それ。よっしょ。あ、ここにマップがあるのが。マップ見てみましょう。ちょっとズーム。はいはい。こう来て、ここ降りると、こっちに来るのか。で、さっきの左上か。まだボスが見当たらないっすね。あとコンパスがないのか。この上かな。よし。なんと、くちばしですか。おお、えい、どうすっかな。下行きますか。いや、嫌な感じこれ。えい、これ難しいっすよ。ええ、何も出ないし。何も出なかった。あ、これによか。あ、鍵か。いいっすね。よし、今のうち左側行ってみましょう。あ、難しいな。どうすればいいんだ。ああ、危ないこれだとでも倒せなくない。ダメか。どうすんだろう。あ、飛べばいいの。どうやって。まさかダッシュで飛ぶの。うわ、飛んだ。危ねえってでもこいつ倒せないじゃん。うわ、怖い。オッケー、1人ゲット。ダッシュ切りいきます。オッケー、なんか出た。よし、えい。おお、怖い。ちょっとジャンプ怖いな。で、下通って
で行きましょう。逆逆。よっしゃ。危ない。危ない。はい、戻ってまいりました。左ですな。いや、矢の感じ、行こう。この上ですな。はい。危ない。危ない。ダッシュで効くんじゃない？オッケー。おー、やばい。やばい。オッケー。お、出ましたね。あれはコンパスっぽい。あ、これ面倒だな。ナイス、ナイス。おお、マジか。ガードガード。オッケー。オッケー。話聞いてみましょう。敵殻を持つ黒き魔物、内側より攻撃加えよ。ドドンのことかな。上げてみましょう。ああ、ルピーか。ああ、こういう感じか。ちょっと下見てきます。ここはいける。ああ、戻るだけか。したら上ですな。いきます。ダッシュダッシュ。え、降りれないじゃん。どうやって行くんだ。謎ですよ。んー、こっちが正解だったか。怖い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 。うわぁ、あの剣撃をくぐり抜けてくるかい。いけるかな。うわぁ、こっちか。嫌な感じだな、これ遊びそう。怖いよこれ。これって怖いよな。怪しき壁を剣でつつけ、音の違いに気づけるべし。わかりました。さっき上からいきますか。うわ、またこれですか。あ、これか。近づくなっちゃう。危ない。やめてやめて、怖すぎる。OK。 あ、ボスの鍵かな。あー、違う、コンパス。はいはい。あ、音違う。 OK。すげえ、怖すぎ。これのあとは、お、妖精、妖精貯めとく瓶があればな。あ、また生きてるし。で、ここは怪しいっすね。またこいつらがいるよ。おお、ちょっとこちゃん危なかった。ダッシュビートも壊せんの。ダメだ。
とここはジャンプね、できるかな。おお、怖めっちゃ怖いよ。おお、怖い。あった、ここにありましたか。そしたら鍵の穴蔵のボスに向かいましょう。これ倒してた方がいいな、ちょっと怖いな。この十字砲火やめて。危ねっつんだよ。いや手強い、めっちゃ手強い。足りるでしょう。あと2個、あと1個。ああ足りた。え、何これ、何こいつ。男梅だ、男梅。ジャンプね、ダッシュジャンプ。違う違う、こっち向き。ああ怖い。男を抱く岩がいる。男を、あれ出ないよ、行っちゃうか。下か。えい、一人。えい、倒しやすい。よいしょ。お、ボス部屋発見です。来ますよ。あっ、ちょっと待って、食らうわけにはいかない。何気にキースが厄介。ちょっと大丈夫か、行っちゃうか。開く。はい、そしたらボス行きます。何なんだ、どこでっちょ。壁を揺らすなっちょ。じゃあ揺らそう。何行くぞ。お、これ以上は効かない。違うか、頭か。ああ切れない。ああ切れないよ、切れない。よし切れた。メンタも狙うのか。え、難しくない。やばいやばいやばい、危ない。メンタもか、どこよ。まずいまずい。うわ、よし、メタワだ。やめて、揺らさないで。なんだよ、狙いづらいって。上の方、上の方に来て。よっしゃ、右。上の方へ、上の方へどうぞ。こちらへどうぞ。そう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 。ああ、しまった。ちょ、よかった。あのプルプル感見事でしたね。はい、あとの器け。よし行きましょう。何かな、海よりのベル手に出ました。すごい、ちゃんとベルの音してるんだよ。やっぱりグラフィックだけじゃないですね、音が綺麗ですね。滝、滝の中に隠されている滝か、苦手だな。
ほう。精霊の楽器はいくつ集められたかな。8つを奏でるときに目覚めると、この島を出ることになる。ほほう。砂漠かい。黒き魔物が手がかりとなると。わかりましたよ。ほほう。よっしゃ、それでは戻りますか。強いよな。シャベルを用意。貝殻をゲットしました。ここから降りると近道ですね。ちょっと寄り道しますか。気になってたんですけど、この果物のなる木がね、ダッシュでもしかしたら、やっぱりリンゴを拾った。ハートが少し回復する。あー、何と青リンゴ、ハートがたくさん回復する。なるほど、なるほど、いいな、設定ですね。怪しい場所発見。行きましょう。わっと嫌な感じですぞ。これもまずいまずい、怖い怖い。まだスパークを倒す手段がない。あ、なるほど。ずらす。なんだ。あー、ラッキー。50か。どんと200ルピーぐらい来ないかな。なになに、スパークちゃんすごい来るじゃん。おっと、かけら。え、これって渡れる？あぶね。これ落ちたらやばいよね。斜めに行ってみますか。あ、行けた。ジャンプして越える勇気がないんだよな。これずらせんのかな。あ、ずらせない。気持ちいい。いや、すごいいる。ちょっと怖すぎませんか。いたいた。おお、足りんじゃない。了解です。足りんってスーパーマリオっぽいのかな。アニメーションだね。蜂の巣ゲットです。とっても美味しそう。ここは何でしょう。妖精かな。あ、やっぱり。お、びっくりした。妖精も可愛いですね、造形が。そしたら町方面行きますか。危ね、危ない危ない危ないって。はい、町じゃないですね、村ですよね。ここに行きますか。噂の夢の祠かな。じゃあちょっと休憩。
さてどうなる？出たよ。へい。マネマネを突破するか。いいですね。あーだいぶ、ただな弓が980ルピーですからね、全然足りない。でここを上がりますとオカリナでございます。よいしょ。よっと、お、起きた。さてさてさて、お、おお、オカリナも綺麗な音。覚えました。風の魚の歌を教えてもらったと。これはいいですな。うわー、ありがたい。そしたらここですかね。じゃあ一旦ここで区切りたいと思います。ちょっとね、お金を貯めて、できればちょっとアイテムとか揃えたいと思います。まずはここですな。最高記録なし。話す。次、やってみます。ルアーを投げる。動かして食いついたらええ。了解です。さあ、ここにある魚で。これで引っ張る。一番下にいるやつが大物っぽいんだよな。いいぞいいぞ、引っかかれ。来いよ来いよ。ダメ？なんか引っかかった？何？ダメか。ダメだな。難しい。いやー難しいっすこれ。できるだけ遠くに投げて。いやこれ結構腕がいるんじゃない？ちょっと揺さぶって。こんなもんね。まだ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 、へい、来たよ。連打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 。ああ嘘だろ。なにこれすごい難しい。いややめてこう。なにこれすごい難しい。連打を休んじゃダメなのかな。一番遠くまで投げて落ちるのを待つ。あ、連打連打やめない、連打やめない、連打やめない、連打やめない。あははは、わからない。
逆か、引っ張った時は、うん、連打を控えせずに伸ばすってことか。いけね、間違えた。ちょっとちっちゃいのでやってみよう。全然引っかかんないし、全然引っかかんないし、あー、うん、そうだな、多分引っ張ったとき連打しちゃいけないんだな。え、ラッキー出ましたよ、いきなりハートのかけら。じゃあでかいの狙ってみます。見えない。失敗したかな。どうした、離す離す、一気に上げる、離す、引っ張り上げろ、離す離す、どう、うわくない。ずっとこれじゃない、これ。どうすんの。無理やると切れる。疲れないの魚。うわあ、いけるいける、よしよし、我慢我慢我慢、もうちょい、ああもうちょい、いけ、もうちょい、もうちょい、こい、あ、重い、よし来た、でかい、これはでかい、おお。深いところの魚が食いつきやすい。おお、すげえ、すごい、一気に2個も出た。うん、はい、じゃあ続いてはゲームに挑戦で、なんかアイテム増えてません？なにあれ、キャンキャン、キャンキャンの人形も出てるの。よし、まずハートのかけらを狙いたいですね。さあ横を揃える。どうだ、ちょっと遅いか。お、来た来たよね、これ。よしよし、来ました、やりましたよ。とりあえずかけらをゲットです。よっしゃ、そしたら今度はキャンキャン人形を狙ってみましょう。どうよ、ちょっと早いかい、いいんじゃない。よし来た、いいよいいよ、ナイス。続いて貝殻いきます。ふう、んー、ちょっとどうだ、ちょっと右行きすぎたか。いや、いけるっしょ。よし来た、うわ落ちてるし、がっかり、がっかりすぎる。フィギュアだ。へえ、
ょっと右っぽいよ、さっきと同じしか。え、これじゃでもダメなの？何？ゆっくり運べってなんだよ。どうよ、さっきと角度が違うから。うーわ、何これ。暴れんなって。うわ、これもやばい。あー、ナイス。あ、危なかった。これ難しすぎだろ。うん、秘密の香り。なんでしょう、このチーズだか岩だか知んないけど、これ気になるんすよね。ちょっと適当にタイミング合わせてみます。落ちてからも、あ、来た。なんだなんだなんだこれ、なにこれ、なにこれ。いやいやいや、これ気になってたんだよね。何これ、パネ石。怪しい雰囲気を放っている。これは新要素だな。さて、またゲーム屋の品揃えが変わっております。なんと、どうだ、腰の、来い来い来い、ナイス。あー、逃がすなよ。頑張れ。これいったんじゃないですか。落とすなよ。オッケー、来た。やっと取れた、ね、あー、もういいっす。いやー、ゲーム屋でまた出るとはな。掴めてもね、その後がね、ツル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 動くんだよな。いいんじゃない？いいんじゃない？だ、抜けんだって。頑張れって。来た。よっしゃ。よしよし。落とすなよ。抜ったー。取る方法はあるのでしょうか？落ちないで落ちないで。あー、すごい怖い。面白すぎ。オッケー。いやー、だいぶ稼ぎましたね。よかった。はい。で、ちょっと気になるのがこいつですよね。こいつを悪さしちゃうと、ほらほらほら。なんだ、怒らないか。よい。えい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 。ああやばい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 。わあ、めっちゃ怒ってる。めっちゃ、わあ、強い強い。わあ、強い強い。わあ、強い。わあ、マジか。すげえ怒ってる。何これ、ずっと続くんかい。危ない。やばい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 。逃げ込みましょう。あー、なるほど。いやー、動物をいじめちゃいけませんね。はい、じゃあお金貯めてきましたのでね、こちら買ってみたいと思います。でもあまりに高いから盗んじゃおう。おっと、そいつはいけねえや。ダメか、泥棒はできなくなってますか。あ、ダメだ。わかりましたよ、買います。なんてこった。さてと、読みや OK です。なかなかいい感じですね。
そしたらね、もうちょっとだけちょっとお金もなくなったので、ちょっと行動範囲も広がったんで、少しフィールドを当てもなく探索したいと思います。おっと。ここはね、壊せそうですな。なるほど。これでここが通れるようになった。ナレットに行く途中に出る。2回は無理か。やばい、こいつらやばい。怖いよ。具合に中耳放火してるんだけどな。危ない。これはいける。もらった。 OK です。貝殻の館。はいはい。よし、声が響く。ほうほう。島に隠された秘密の貝殻を集めよう。乗るがよい。お、乗ってみよう。お、メーター上がってます。あ、なんか来た。お、ハートのかけらちゃん、これ良くないっすか。今現時点では9個です。ってことは次が10 20、結構ありますね。30近くあるんだな。めちゃくちゃ貝殻いいんじゃないの。なんだこれ、なんだこれ、怪しい。あ、こんなとこにワープポイントじゃないですかこれ。あ、すごい、ワープポイント増えてる。ちょっとそれだけでも感動だな。はい、貝殻ゲットです。あとはこの辺も怪しいんだよ。うわ、やばい。こいつら強い。やろ、強いぞ。ここが怪しい。よし、ここら辺は結構やばいね。この辺はだいたいイメージ通りのところにありますね。いや、でも全然足りない。いやいや、おっかないわ。あ、なんだこれ、これ怪しいっす。おぉ、ワードワンポイント。あ、これはラッキー。いや、ワンポイント大事だな。今これで帰れますもんね。すんなり帰れちゃうもんな。あー、いけるよ。あ、これ楽。ここも行けるようになりましたね。ちょっと怖いけど行きましょう。よっしゃ。この木が怪しいんですよ。出た。
見つけましたよ。はい、それじゃあね、いろいろと歩き回ってきました。そしたらね、多分砂漠に行けと言ってたので、砂漠を探しに次は行きたいと思います。それでは一旦ここで区切ります。